昨日行われたフィギュアスケートの全国中学校大会、男子フリーでは2人の4回転ジャンパーが登場しました。1人目はショート3位、東京都大田区馬込東中学1年生の13歳、三浦佳生。まずは演技冒頭4回転ジャンプ。今シーズンから挑戦している大技を見事に決めます。13歳での4回転ジャンプの成功は、実はあの羽生結弦や宇野昌磨よりも早いんです。三浦は4回転ジャンプの成功もあり、見事に大会を3位で終えました。そして男子フリーでもう一人、4回転ジャンプを跳ぶ中学生が登場です。男子フリーで4回転を跳んで大会3位となった中学1年生の13歳、三浦佳生。そしてこの三浦を上回ったのが2人目の4回転ジャンパー、埼玉栄中学3年生の14歳、佐藤駿です。佐藤は去年の11月に出場した全日本ジュニアでは、この時14歳で4回転ジャンプに成功しており、佐藤も羽生結弦や宇野昌磨よりも早く決めています。前日のショートを1位で終えて迎えたフリー。冒頭4回転トーループ、手をつきながらも着氷させます。続くジャンプは4回転の、今度はコンビネーション。ここもなんとかこらえました。少しバランスが崩れました。